至っては史上初、22発も発射した。ここで今年の池上チェック。核実験にミサイルと大騒ぎした北朝鮮の狙い、おさらいしておこう。そして北朝鮮の今が気になるあのニュースとは。サポート丸善、タイヤ丸善、タイヤ丸善、ホイール丸善、ホイール丸善、666663、店でもウェブでもタイヤ丸善、スマホでゲット、ホイール丸善、タイヤもホイールもセットでも。サポート丸善なら感動プライス、しかも全国送料無料、金利手数料丸善が負担。詳しくはウェブでサポート丸善で今すぐ検索。
統領はとにかく北朝鮮と直接交渉しない、交渉すると体制を認めたことになるから一切認めないと言ってたのに、トランプさんはいよいよ会おうじゃないかと、招待して会おうじゃないかと言ったんですよ。そしたら北朝鮮はどうしたのかと言いますと、こういう反応しましたね。賢い政治家で先見の明がある。まだ選挙期間中だったんですけど、こういう形したわけです。つまり北朝鮮の体制を認めてくれるんではないかというふうに期待を寄せているんです。最近このところちょっと金正恩の動静が明らかにならなかったり、核実験やミサイルをしていないのは、この後トランプ大統領になったら何を言い出すかという、それを出てから考えようとしているのではないかという、見方もあるということですね。北朝鮮に関する今が気になるあのニュースは、日本中が衝撃を受けたあの事件の今、北朝鮮って今でこそね、いやなんかとんでもない国だというのがよく分かってきましたけど、昔はなんか本当に謎の国でしたよね。それで日本からね、はい、いいとこだからみんな行けって言って、はい、行きましたよね。行きましたね。地上の楽園と言われて、その北朝鮮が日本人を拉致していたんだってことが分かった。日本人だったって知ってますけど、そのきっかけというのは、さあ皆さんご存知でしょうか。大韓航空機爆破事件なんですね。日本と国交もなくベールに包まれていた謎の国北朝鮮、当時は韓国との関係が今にも増して険悪だった。翌年にソウルオリンピックを控えた1987年、北朝鮮はオリンピック開催を阻止しようと大韓航空機に爆弾を仕掛け、115名の命を奪った。容疑者として北朝鮮の工作員キム・ヒョンヒ、彼女は八谷真由美という名前で日本人になりすまして犯行に及んだのだ。日本人なら怪しまれず韓国の飛行機に乗れる。北朝鮮はそう考え、日本語を話す工作員を育成したと言われている。じゃあなんで日本語を話せるのかっていうことになったわけですよね。それは日本人から日本語を習っていました。リ・ウネという北朝鮮の名前の人から日本語を教わってたっていうことになったんですが、いやいや拉致被害者のお子さんであるということが分かって、あ、日本人が拉致されているんだっていうのがここではっきりしたということです。大韓航空機爆破事件から29年、キム・ヒョンヒは今、韓国はソウル、現在はここでかくまわれているのか。外に出るときには一番警護されているから、
から暗殺の危険性があるという彼女。すでに4人のボディーガードに警護され、こちらの男性が旦那さんだという。彼女は現在の北朝鮮をどう見ているのか。金正恩の政権はね、お金よりももっと恐怖政治が透けているんですから、そう言ってられないんじゃないかな。いつ政変というかしらね、そういうことが起こるかもしれないんですから、そしたら拉致問題も指導的に解決する。彼女は拉致も含め北朝鮮が何をしてきたのか広く知ってもらうため活動していくという。こうやってね、守られてキム・ソンヒは本名なんですけど、韓国では別の名前をもらってました。 ですからお子さんお二人いるんですけど、お子さん二人とも自分の母親がキム・ヒョンヒだということをどうも知らないと思います。昔のニュース見ると今のそんなに変わってなくて、綺麗な努力だから、なんとなく見えちゃうじゃないですかね。分かっちゃうんじゃないですか、ね。まあ、大学生になったら、教えようと思ってると話してたそうです。今後日本人の拉致問題はどうなっていきますか ね。一旦は拉致問題の再調査って約束しましたでしょ。でも北朝鮮が核実験やミサイル発射実験やるもんですから、日本が2月にさらにこう制裁を強化した、そしたらそれに反発をして再調査の中止を一方的に宣言したんですね。この再調査中止ということでやってないよっぽどエリートというかできる人だったのかなと思うのは、こんだけ年月経っても日本語ものすごい流暢多いですね。正反って言葉もね、俺分かんないもん。日本の小説を読めるっていうこともかなりの、まあ、大変優秀な人だったらしいですね。